ネガフィルム。ネガフィルムとは、被写体の明暗や色が反転した画像が作られる、写真フィルムである。ネガは、ネガティブの略であり、英語では、ネガティブフィルムと表記する。カラーフィルムの場合、色は、被写体の色の補色、ネガ、因果が現れる。プリント時に再反転されることで普通に見られる画像、ポジ、洋画となる。なお、ここでは主に、 カラーフィルムについて解説する。モノクロフィルムについては、モノクロフィルムの項を参照のこと。写真専用のフィルムとしては、カラー、モノクロともに最も多く使用されており、感度や色調など多様な種類が販売されている。日本では、富士フィルム、コダックなどによって製造、または販売されている。プロや、ハイアマチュアのカメラマンは、リバーサルフィルムを試行することが多かった。 これは、印刷用途に向いた、透過原稿を得られること、発色の特性、撮影時に写真としての結果が確定する、撮影後の予期しない変化を嫌うことなどの理由からで、ある。一方、プリントを得るためには、ネガフィルムが最適とされている。映画の撮影用としては逆に、一部のアマチュア向け企画以外では、 ネガフィルムを使うのが普通であるという逆転現象が見られたアマチュア映画ではリバーサルフィルムで撮影したものをそのまま写し器にかける。プロのプロセスではネガで映画を撮影しその映画を上映用するためのポジフィルムではリバーサル現像を行う写真用のリバーサルフィルムとは異なりネガ像を録音してネガ現像をすることでポジ像を得る。 プリントすることを前提とした写真フィルムである。一般に、ラチチュードは広く、プリント時に、色の補正がしやすい特性となっている。これらのことから扱いやすく、またリバーサルフィルムよりも、階調の滑らかさに優れることから、プロ、アマチュアを問わず広く使われている。プリント時に補正ができることは、利点ではあるが、逆に自分の意向が反映されにくいという側面もある。 写真展での補正一つで、全く印象の異なる写真に仕上がる場合も多く、思い通りの色を再現するには、写真展に指示を出して、補正してもらわなければならない、以下のプリントの項を参照。カラーフィルムでは、フィルムベースは、オレンジ色から茶色に着色されている。これは画像を構成する色素は微妙な濁りを含むが、これを打ち消すためである。各、フィルムごとに、 最適な色表現を得られるように調整されている。また、使用される観光材の関係で、ネガフィルムの方が、現像や焼き付けの処理が簡素であることも広く普及した理由の一つである。高感度と高画質を両立する開発競争が進み、現在では ISO800、1600といった高感度フィルムでもザラつきの少ない高画質なものになってきている。 最も普及している36枚撮り、等の 35mm や APS フォーマットのネガカラーフィルムは、ミニラボと呼ばれている機材を運用している写真店等であれば、その場で現像、プリントできる。実作業時間は、もっと短いが、運転上の都合などのため、通常は早い店で、だいたい1時間程度を仕上がり時間としている。その他の写真店では工場への取り次ぎとなる。 カラーネガフィルム用の現像液を使い、規定のプロセスで現像する。カラーネガ現像プロセスの元々の規格は、コダックの C-41 であり、富士フィルムは CN-16 である。両者を比較した場合、厳密に論じるのであれば、わずかな相違がある。しかしながら、一般仕様の範疇であるならば、両者は完全に近い互換性を有すると考えてよい。 C-41、およびその類似のプロセスは1、発色現像、2、漂白、3、水洗4、定着、5、水洗6、安定、7、乾燥の順に処理される。この C-41 は、機械によって自動的に処理することを念頭に置いて設計され処理で、あり、比較的高温の液で、比較的短時間に処理するようになっている。各工程のうち、 1. 1発色現像処理の際の液音及び時間管理が比較的厳密であることが求められ、これがカラーフィルムの自家処理が難しいとされる主な理由である。もっとも難しいのはここだけであるとして自家処理しているものもいる。カラーフィルムは各色の間色層によってなり、それらが重なることで天然色を表現している。発色現像液はフィルム表面から浸透し、 より表面の側の層と反応し微妙に液が変化しながらより中の層を反応させていく。薬液の温度と蘇生、カラーフィルムの各層のバランスは、この微妙な液の変化を織り込んで、カラーバランスが適切になるように設計されており、許容誤差範囲外で処理されれば得られる根がは適切ではなくなってしまう。これが、モノクルフィルムのように現像を工夫して、 思い通りの値がをえるテクニックが実用にならず、増減感といった例外を除いては、基本的に規定のプロセスでのみ、カラーフィルムが処理される理由である。言い換えれば、多少の不安定さを許容すれば厳密な C-41 でなくとも現像そのものはできるである。この発色現像の後の過程はいずれも、十分に行うことが必要なだけの処理なので、発色現像ほどの厳密さは求められていない。 C-41 と、ほぼ同様の結果を得られる一方で、現像時間を短くしたり推薦を省略するなどして、処理を迅速化した C-41B や C-41RA、富士フ,フィルムでは CN-16S などと呼ぶ、などが存在する。非常な短時間で処理するミニラボではこれらの処理が行われていることがほとんどで、ある。迅速化された。 処理の方が、粒調整、色を再現、保存性などで少々を取るとされるが、迅速化の要求は、非常に強いために、このような処理が多用されている。また、スピード現像機、シネ現像機、釣り現像機など、現像機の種類により、現像液の温度、発色具合が異なる点からその仕上がり、具合が異なり、後のプリントへ影響することもある。 ネガフィルムを現像した際に得られるのは因果であり、そのままでは干渉に耐えないため、洋画に転換する作業が必要になる。洋画のプリントを得るために、現像したネガフィルムを透かした光によって、因果紙を観光させる。ネガフィルム用の因果紙は、ネガフィルムと同じく明暗や色が反転して観光するために、結果的に洋画を得ることになる。この際に、色の補正を大幅に行うことができる。 また因果詞の露光時間によって、プリントの明るさも大きく変えられる。時には大焼きや焼き込みなどで、画面内の明るさを部分的にコントロールすることもある。柔軟に補正できることはフィルムに刻まれた情報の、すべてがプリントとして見えているわけではない、こと裏返しでもある。明るさを調整して焼き直してもらうと白く飛んだり、黒く潰れたと思っていた箇所にも、 しっかり情報が残っていたのが分かったということが多々ある。前述の通りプリント時の補正の自由度の高さゆえに、かえってユーザーの思い通りのプリントを得るのには手間がかかることもある。プリントを行うための設備を一般のユーザーが用意していることは少ないため、多くの場合そのような設備を持つ業者に依頼することになる。通常の記念撮影などでは人物の顔が より映えるようにといったプリントをしてもらえるだろうが、撮影者が何らかの意図を持って、通常より暗く、あるいは明るく、または色を偏らせた発色が欲しいなどの時には、その旨を伝えなければならない。このため、プリントの作業者にイメージが伝わらなければ思い通りのプリントをしてもらえるとは限らない。出来上がったプリントがイメージと異なる時には、もう少し明るくなどのように指示をして焼き直して、 もらうことになる。色の補正に関しては、クミー、シアン、マゼンタ、イエローのどれをどれだけ足し引きするか指示すればより伝わりやすいだろうが、それが難しければ、もっと簡単に、もう少し青っぽくなどのように伝えても良いだろう。上述のように写真の完成型としてのプリントを得るための作業のうち、大きな比重を占めるプリント作業を他人に委ねることを嫌う人がプロ写真家や、 アドアマには存在するこのような人は、自家プリントできるように引き伸ばし機等を備えた暗室を用意し、プリントまで自分で行う。住宅事情などで自前で暗室を用意できない人のために貸し暗室というサービスもある。最近では、フィルムの写りや大きな情報量を得られることを好む一方で、暗室まで用意できない人など、フィルムスキャナ等を経由して、パソコンに取り込み、 フォートシャップなどの画像処理ソフトによって自分好みの表現に仕上げる人もいる。デジタル画像化による公開の簡単さ、加工の簡単さを求めてパソコンに取り込む人も多くいる。なお言うまでもないが、プリントの補正によって大きく変わるとは言っても、元々の撮影によって得られたメガが芳しくない。時にはどうしようもない。富士フィルムのうちシルンですなどのレンズ付きフィルム。 使い切りカメラは、ネガフィルムのこのような露出に対する寛容度の大きさと、補正の幅の広さを生かしたものである。撮影時には露出などの調整を行わない簡素なカメラである分、プリント時に補正して、適切なプリントを得るのである。同様の考え方で、電気露出系がつかないカメラを使う時などに光を計測しないも露出を決定できる、要、被写体、天候、 環境に応じて、おおむね適切な露出をまとめた、計算弱式露出系がある。プリントはネガを元にして行う、第二の撮影とも言えるものであり、作家性を発揮する機会でもある。また、ネガフィルムならではの深みのあるプリントを得ることができる。このため、リバーサルフィルムによる、透過原稿による入稿が、一般的な時代からネガフィルムで撮影し、プリントまで、 自ら行って入校したプロ写真家も存在する。読み取り装置の性能の向上によって反射原稿による入校が気軽にできるようになったこともこのような人々を助けることになった。近年の DPE10 ではデジタル方式のミニラボが普及していることもあって、前述したような工学的な焼き付け、引き伸ばしをしてもらえることは少ない。デジタルミニラボでは一旦、 フィルムスキャナーを通してデジタル化したデータがプリンタに送られ、レーザーなどで因果紙に録光されて現像される。因果紙や現像に使われる現像液はレーザー録光に特化した特性になってはいるものの、構造自体は従来の銀園写真に使われるものと同等のものである。しかし一般的な出力解像度 300dpi 程度のデジタルミニラボで出力したプリントよりも 従来のアナログ処理で引き伸ばしたプリントの方が、キメが細かくて綺麗であるとする、早待ちはもた、全く構造が異なるデジタルミニラボに入れ替えた DPE10 では、時点でアナログ処理を行うことができないため、アナログ処理を希望する場合はそのことを店頭で指示して、然るべき外注先に取り次ぎでもらうか、プロラボなどに直接持ち込むことになる。ただし、 一般の DPE 店でもアナログ式のミニラボ、プリンタを残している店もある。またラボサービスが縮小していることを受け、地方からの需要にも応えるべく郵送によって DPE を行うラボも存在している。なお、デジタルミニラボでスキャナを通してプリントする際には、コンピータ上で補正が行われており、色、濃度、コントラストなどを、ある程度修正することが可能なため、 仕上がりが気に入らない時には指示すれば改善することもある。因果紙は1、露光。2、発色現像。バット現像の場合ここに停止が挟まれる。3、漂白定着。4、水洗。5、乾燥の順に処理される。テスト焼きを行い、その結果に応じて露光量や色の補正を行う。プリントの薬品も各社の各因菓子で基本的に互換であるが、 微妙に異なるのは、フィルム現像の薬品と同様である。撮影前後、現像前後を問わず、写真フィルムは高温高質に弱く、そのような環境にさらされると変質する。具体的な症状は、感度低下、カラーバランスの崩れが挙げられる。一般用フィルムでも、使用期限内に使用することが求められる。またプロ用フィルムでは低温未開封での管理が、 推奨される。冷凍保存などで使用期限を大幅に超過してもほぼ変化が認められないようすることもできる。フィルムは撮影後から現像するまで、洗造対抗と呼ばれる、撮影の逆反応が起き、像が劣化していく。感度低下が主な症状だが、さらにカラーフィルムでは、各間色層で一様に進むわけではないため、カーバランスの崩れの原因となりうる。 撮影済みフィルムをなるべく早く現像することが推奨されるのはこのためである。現在販売されているフィルムなら、少々の期間なら問題は起こらないものばかだが、早めに現像するに越したことはない。この反応は高温効率であるほど、早く進むため、撮影後しばらく現像できないときはなるべく低温低室の場所で保管することが望ましい。詳しくは各フィルムの説明書を参照のこと。 退色と呼ばれる現象が発生し、カラーバランスが崩れると同時に画像が徐々に薄くなっていく。常温常ね質化で保管していると数十年経つと、退色が明らかに確認できることが多い。基本的に低温低質化で保管するほど、退色の影響は少なくなる。市販のフィルムスキャナなどでは、この退色を復元する機能を標準で搭載しているものが多い。なお、 この退職は色素が劣化することによって起こる現象であり、銀粒子によって画像を構成しているモノクロフィルムの方が経年耐久性は格段に高いとされる。因果子はフィルムよりも経年耐久性が高いとされ、長期間保管する写真はプリントした状態で保管することが望ましいとされる。カラーフィルムのみを挙げる。モノクロについては、 モノクロフィルムの項目を参照のこと。富士フィルムのフィルムは全体的な特徴として日本人好みのややシアンとマゼンタよりの発色をするとされる。粒状性も良いとされる。なお、日本国外向けにこれら以外のフィルムも数種類販売されている。コデックのフィルムは全体的な特徴として欧米人好みのややイエローよりの発色をする。 自然な会長再現をするとされる。DNP フォートマーケティング DNP フォートルシオはコニカミノルタから因果子事業を継承し、フィルムは公式発表ではないもののコダックの OEM とみられる。コニカミノルタ時代とは発色が異なるが派手すぎない落ち着いた自然な発色をする。2008年末以降、製造終了に伴い在庫限りで販売終了。 コニカは、南朝に仕上がる DD200 ロ r o 南朝で、低感度高解像度のインプレッサ50、ISO3200 の超高感度ネガといった、個性的な製品を送り出した。しかし、ミノルタとの合併後、多くの製品が生産を終了した。2007年3月をもって、フィルム事業の一部を大日本印刷に、カメラ事業の一部をソニーに譲とした上で、写真事業から撤退した。 以下は、最後のラインナップ。アグフア・ゲバルトのフィルムは2005年5月に、写真部門から独立した、アグフア・フォト社が、破産申請を行ったことで、事実上の生産及び販売が終了された。以下は、最終ラインナップ。なお、2007年には株式会社パワーショベルが、アグフアブランドでフィルムを販売しているドイツのルーパス、イメージングメディア社と、業務提携し、 日本でのアグフアフォートブランドのフィルム販売を行うことを発表している。リンク h t t p w w w s u p e r h a d z c o m スラッシュ e f イタリアの企業、フェルダーニアが数多くの OEM ブランド製品も受け持っている。中国のフィルムメーカー、中国学外講師、ラッキー社。 印刷原版の作成用として用いられる。この時の大きさは幅1メートルを超えるものもある。一般には専用の大型のレーザープリンターを使用し、レーザーにより病が、観光させる。観光、現像した後、原版素材にライトを当て観光、観光しなかったところを腐食させ、突破、または黄判を作成する。現在の新聞原版、半導体の製造などで用いられている。 デジタルカメラの普及が進み始めた2000年頃より、レンズ付きフィルムを中心にネガフィルムの売り上げが減少している。コニカミノルタはデジタルカメラでの業績不振も重なり、フィルム及びカメラを含めたイメージング事業からの撤退を決め、2007年3月をもってフィルムの販売を終了した。こうした中で、富士フィルムは人員削減を含めたリストラ策を行った上で、 フィルムの事業を継続することを発表している。同社の2006年1月19日付の告知にあるように写真文化を守り育てることが弊社の使命であり、銀塩は保存性、低廉な価格、取扱いの手軽さと建造プリントインフラが整備されている点などでデジタルに勝る優位さもあり、写真の原点とも言えるとし、銀塩写真事業を継続する意思を表明している。 コデックもまた2006年1月24日付の告知で、今後も引き続き、市場に需要がある限り、銀塩フィルム及び因菓紙を製造、提供してまいりますと告知し、銀塩写真事業を継続する意思を表明している。また現像プロセスの互換性に問題があるものの、一部意欲的な新規参入メーカーも存在する。 富士フ,フィルムはすでにフィルム市場の縮小が進んでいた2006年以降も一般向けコンパクトフィルムカメラナツーラの新型ナツーラクラーシカや高級コンパクトフィルムカメラクラスの新型であるクロスサ S クラス W を続けて発表したさらに2008年 PMA では富士フ,フィルムはフィルム中盤カメラの新機種の試作機を展示2009年に GF670 日本国外においては、ボイトランダーベサイとして、限定生産ながらも発売し好評だったことから、なお、銀塩写真事業に意欲を持っていると思われる。カメラ雑誌市場や、その他の媒体において、この新機種の紹介とともに、富士フィルム担当者によっても、銀塩写真事業について、意欲的なコメントがされていた。また、2009年には、コダックと富士フィルムから、相次いで、 新しいネガフィルム、コダックエクター100、富士プレミアム400が発売されている。また、ゼラチンシルバーセッションなど、写真家によって、銀塩写真の魅力を伝え、再び広く使われるための試みもなされている。もっとも、一般ユーザーにおける、写真撮影の多くは、デジタルカメラに移行しつつあり、高画質なデジタルカメラの低価格化と一般への普及も、急激に進行している。 これらからフィルムへの根強い指示があるとはいえ、その利用者も写真愛好家や一部のプロ写真家に限定されることは必至とも予測される。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。